何あれ。はい、それでは進撃の巨人やっていきたいと思います。今回はどんな任務なんでしょうか。そしてですね、ここから先はなんか使うキャラクターが自由に選べるみたいですね。なのでエルヴィン団長を選んできました。俺たちはこれからウォールローゼ南部の拠点へ向かう。そこで待機しているようにとの指示だ。何やら妙な報告が上がってきているという噂だぞ、話だぞ。まだ詳細はわからないが、準備ができ次第出発だ。私はいつでも出発できる。しばらく待機させられるかもしれんが、我慢しろよ。周将、違法の来訪者。兄の捕獲作戦が決行された後、エルヴィン団長を含む調査兵団の主力はストヘスクにとどまり、事後処理に当たっていた。一方、調査兵団の他の兵士たちはウォールローゼ南部の拠点に駐屯していた。お前ら、すぐに支度しろ。え、今日は訓練はないはずじゃ。ウォールローゼ内地に巨人の群れが現れたらしい。え、それが本当なら壁が破られたということになります。私たちだけでは。兵団の主力はストヘスクから戻っていない。まずは現場に近い俺たちで状況を確認しておく必要がある。それともう一つ、妙な貴公子の目撃報告がある。厄介な奴なら早めに駆除しておかねばならん。妙って、貴公子はみんな妙ですけど。詳しいことはまだ何も分かっていない。とにかく行ってみるしかあるまい。巨人が村に。あ、住民がまだ人が残ってるんだ。あー、これか。なんとなく分かった。で、エルヴィン団長はね、レベル 2なんですよ。だから、やばい。だからちょっと弱っちいんですよね。エルヴィン団長のレベルを全然上げていなかった。救援に向かう。はい、救援に向かいましょう。ちょっと待って、ぐるぐる超回ってる。ナイス、コニー。よし、どうしようかな。住民たちがやばいよね。この辺ちょっとだけ倒しつつ行こうか。目的地ね。クリスタがやら危ないのか。よーし、連弾を確認。急いで保護。村人がなんでこんなところにいるのっていう感じですけどね。あ、ここって壁外。ちゃんと聞いてなかった。よし、救援要請に行きましょう。クリスタを。危ない、ちょっとぶつかっちゃったかな。ちょっと今チャンス。 OK、 問題ない。攻守と交戦中、やばいじゃん。助けなきゃ。せっかく補給物資を見つけたのに。いる。あ、待って、ちょっとやばいじゃん。やばいじゃん。嘘でしょ。食われた？今誰か食われてたっぽいよね。やばい。でもクリスタはまだ大丈夫なのかな。あ、まだ大丈夫だね。オッケー。よし。うわー、報酬 OK。 エルヴィン団長、もうちょっとレベルを上げておくべきだった。補給可能。あ、補給していこう。すまない。助かりました。これ使ってください。ありがとう、女神。女神よ。よしよし、みんな行こうぜ。あれ、クリスタ戦場から一時離脱。あ、そうなんだ。うわ、左上がやばい。登れない。新たな巨人を確認。複数体いるぞ。複数体いるね。だいぶいるね。何匹いるんだろう。 1,2,3,4,5,6,7 ぐらいいるかな。そんなにいるのか。ちょっと味方を仲間にいっぱいしていきたいんだけど、味方にできる人たちあっちにいたんですけど、C だからね、味方にしてきませんでした。 C でもいたらいた方がいいんだろうけど、まあ救援要請出てるね。よし、でもこの辺のたくさんいる巨人たちをちょっと
ナイスコニー、役に立つ。最高、最高じゃないの。あのさっき変な格好してましたよね、サッシャと。あれは一体何だったんだっていう。さあ、あっちに気功臭、気功臭か、これは。うわ、早っ。ハエをパンってやるぐらいの速さでパンパンやりましたね。ちっちゃくてもあれだね。ちょっとね、風がまだ治っていないので、ちょっとあのお聞き苦しいところもあるかとは思いますが、その辺はご了承いただけるとありがたいです。ありがとね、助かったわ。やばい、まだ何もしてないよ。救援要請行きたいな。ナイスコニー。うわうわ、突進してきた。うわ、待って待って、ブブ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 ブ、よいしょ。でもやっぱ歯が立たない、強いわ。ナイス、よし、救援行こう。いや、今のナイスだったね、ポニー。ちょっと馬を使っておりませんが、この辺はちょっとあれだ。うわ、やば、家を使って行った方が早い。いや、一発で仕留めらんないもんね、強いよ。あ、ぶつかった、ナイス。なんかいいとこ全部コニーに持ってかれるな。あ、クリスタ、クリスタ、女神よ、女神を助けねば。指示通りに動け。ここにも補給物資が。はい、でも巨人を倒さないと使えない。倒します、倒します、私倒します、頑張ろう。すごいいっぱいいるね。足食った、全然攻撃。またコニーにいいとこ持ってかれちゃった。あー、住民死亡、悲しい。違法じゃないの。くそ、他の村見とめ。うわー、すごいすごいすごい。キャッチされた、ありがとう。ナイスコニー、痛い。なかなか倒せない。一発で仕留められるようにやっぱり強化しておいた方が良かったね。助かりました、補給してってください。ありがとう、物資を見つけたんです。補給していくよ。あそこにも村人が。君に、ありがとうね。よし、あ、もう味方にしていっちゃいたいな。救援要請か。君に、やるぞ。よし、じゃあ行こう。いっぱいなんだね。指示通りに動いてる？あ、動いてる。オッケー。さあ行きましょう。わーい。あ、救援要請。サシャだ。馬はね、あんま使ってないんですけど、馬使うより早いから。やばい、住民がいる。わー、守ってんな、サシャ。偉い。偉いじゃん。どうせ逃げられないわ。そんなことないよ、諦めちゃダメだ。何言ってるんですか。ナイス、走ってください。大丈夫ですから、大丈夫ですから。心強いよね。了解です。わ、武器が超弱い。一発で仕留め、あ、怖い、顔が怖いとか言って。やめて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 、村人か、守らねば。わあ、いっぱいいるぜー、駆逐してやるぜー。ナイス、よし、サシャも仲間に加わった。これは心強いぞ。ありがとうございます。誰だ、私も行きますよ。あ、ミケさん、大変だんか。ミケさん、早く助けに行くぞ。うま、ミケさんは絶対に仲間にしたい。苦戦の縁談を相当な戦力になりますよ、ミケさんは。ナイス、ミッケさん、ミッケさん、やーべーな、ここもやば、巨人に追いつかれる。あぶねー、あぶねー、ナイス。村人はお前たちに任せた。オッケー、村人が多いぜ。無茶、あ、ミケさん、行っちゃったんだ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。そうだよ、強いんだぞ、ミケさんは。ミケさん、わーお。オッケー、一発
ぱいんな。一人でも助けるんだ。逆になんかちっちゃい方が怖くないですか？なんかでかいとなんか隠れられそうな気はするけど、ちっちゃいとそんなことないのかな。よくわかんないな。実際に巨人に会ったことがないのでわかんないけど、でかいとね、隠れちゃえば探しに行くそうな感じはしますよね。ナイス。よし、あっちだぜ。右下にまた巨人がすごい溜まっててるな。いける。オッケー、いかな。オッケーオッケー、ナイスナイス。いやもう味方いないとダメだ。味方に頼っている。あ、そろそろボンベを変えようか。オッケー、よし、じゃあ右側行ってみよう。いやーチームが充実している。かなり充実していますね。これは頼もしい、本当に頼もしい。104期生って結構すごいですよね。みんな強いもんね、何気に。オッケー、あと一発。ナイスナイスナイス。なんか、あ、住民がやばい。よーし、行くぜ。オッケー。あとはこの辺はもうやっつけたかな。オッケー、ミケさんおとりになるとかもうマジで男らしすぎるじゃないですか。男らしいよね、かっこいいよね。オッケー、あと一発。わかりました。オッケーです。じゃあ最終討伐いきますか。最終討伐じゃないのかな、ここになんか、あ、住民たちを連れてくるのか。オッケーオッケー。ちゃんと任務をね確認してなかったね。この人が向かえばオッケーなのかな。頑張れ、ファイトファイト。産まないから大変だよね、住人じゃない、住民さん。頑張れ頑張れ。エルヴィン団長直々に、え、なになに、なんで止まった。みんなに見守られながら、住民さん、もうすぐゴールです、いける、頑張れ頑張るんだ、もうすぐゴールだ。マラソンかって、いけいけ、大丈夫だよ、 OK、 救援に成功。あ、こんなことしている場合じゃない、また巨人が出現しているじゃないか。絶対の準備だ。あ、撤退していいんだ。お前ら無事だったか。はい、なんとか。なるほどね、ここで獣の巨人が出てくるわけだ。何？あれ？でかい。まずいよ、17メートル以上はある。巨人っていうか獣じゃねえか。あれか、王国にあった貴公子か。見て、こっちへ向かってくるよ。まずい。巨人が一斉に走り出した。怖いよ、獣の巨人。うわ、本当だ、走り出した。あの貴公子の仕業が、このまま撤退しても追いつかれちまうぞ。あっちゃー、これはやばい、これはやばい。ナイス、総員戦闘開始。戦闘開始じゃ。ナイス、あの貴公子だ。オッケー、でも全部倒す、全部倒してやる。あ、なんか右上がちょっと倒しに行きにくいな。頑張れ、上、いけ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 、ナイスナイスナイス。いやー最高です、新勝さん。うわ、めっちゃ走ってんじゃん。あ、バレた、バレてもうた。ナイス、なんて味方素晴らしいんだ。あ、右上やばいな。いや、でもこの辺もすごくいっぱいいるけど、右上に
兵士たちがいっぱいいるよね。うわあ、超走ってるよ。やべえ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 、みんな走ってる、みんな走っております。 OK、 この辺討伐していきながら向こうに、ま、回りたいな。 OK、 よし、じゃあ右に行こう。獣の巨人はちょっと後だな。最後最後最後に決戦ののろしでガチッといっちゃいましょう。わあ、まさか獣の巨人と対決することになるとは思ってもみなー見なかった。行くぜ。あ、木が邪魔。よし、ブスト。いや、みんな強いわ。いけるかな。遠いな、遠い遠い、すごい遠い。よし、ナイスか。何もしてない、ごめんなただ指示を出しているだけだ。よし、もう木を使って右上に行っちゃいましょう。あ、いた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 。わー、すごいなー。あー、マジか。わー、クリスタがまさか捕まるとは。 OK、 さあ、あとは左、獣の巨人を飛ばせようか。うわー、ワクワクすんなー。獣の巨人の近くに早く行きたいね。強いんだろうなー。だって普通の巨人でさえこんだけ苦戦してますからね、今味方なしには倒せないでいますけど。うわー、みんなすごい旋回している。ナイス、オッケー。さあ、いよいよ獣の巨人のところに行ってもいいのかしら。行きましょうか。ドキ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 。はあ、でかいでかい。血清ののろしで。なんだこいつ、怪我のせいで刃が通らねえ。あ、やっぱそうなんだ。巨人より獣だもんな。もしかして血清ののろし火が苦手だったりしねえかな。なるほどね。獣の巨人の各部位は体毛に覆われているため、攻撃をしてもほとんどダメージを与えられません。まずはアイテムの火炎瓶を使用して体毛を破壊しましょう。あ、そういうことか。なるほどなるほど。はあ、どうや。なるほどね。これで、ね、だいぶ攻撃が通りやすくなるのか。今、うわ、まずい。オッケー。危ね危ね、超危ね。あ、火消してる火消してる。あ、でも火炎瓶あと2つしかないや。あ、剥げてる剥げてる、わーい、剥げてる。よっしゃ、剥げとるがなこれ火炎瓶なくなったらどうすんだろう。火炎瓶取りに行くとかないよね、物資ないよね。うわ、どうしよう。火炎瓶当たらない。どうや、当たった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 。おー、あ、オッケー。あ、撃退できたんだ。危なかった、火炎瓶ギリギリだった。ちょっと無駄に使いすぎてしまいましたね。逃がしたか。仕方がない。総員、撤収準備。獣の巨人はどっか行っちまったみてえだな。何だったんだあいつ。貴公子が何を考えているかなんてわからないよ。あいつは明らかに他の貴公子とは違ったと思うけど。ああ、でけえし毛むくじゃらだし、普通の巨人よりも頭が良さそうだったよな。ただの貴公子じゃないとしたら一体。はい、というわけで、獣の巨人が出現いたしましたね。
はい、獣の巨人強かったですね。歯が立たなかった。で、火炎瓶が役に立つんだね。なるほどね。体毛で覆われているから火炎瓶でこう火傷させて毛を焦がしてハゲさせて攻撃すると面白い。で、感情に任せれば早死に。なかなかエルヴィン団長が戦ってる姿って見ることがないと思うんですけれども、なんかゲームだからこそですよね。エルヴィン団長操作できるという。いやー、ちょっとレベルが低いからあれだけど。あとね、武器もちょっとね弱かったですね。一発で仕留められないぐらいにちょっと弱いので、次回はもうちょっと資材調達して、装備を整えてから挑めたらいいなと思っております。いや、でも一応ストーリーが少しだけ進んでる感じがしますよね。これはまた次も楽しみだ。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。